アイナです。ミヤマです。アイミヤマです。はい、今日は休日のルーティーンを皆さんにお届けしていきたいと思います。ということで、今は朝ごはんのモーニングを家族で来ています、はい、ということで待ちます。せーの、いただきます。いただきました。写真も撮る。美味しそう。いただきます。いただきます。バターを落とす。うわ、絶対ないやつやね。うん、怖い。美味しい。うん、はい、ということで今モーニング、はい、朝食をね食べ終わりました。今からどこに向かうのかまだ決まってないんですけど、まあなんとなくで向かっていきたいと思います。レッツゴー。あいみよ。はい、長島に来ました。今からアウトレットでお買い物していきます。口の形を決めよっていうことで、今あのなんか映えの場所でいっぱい撮影をねしてきました。ということで今からお昼ご飯を食べていきます。レッツゴー。アウトレットについているフードコートに来ました。届きました。めっちゃ美味しそうです。どうですか、お味は。虫ね、虫どこいる。何の具が好き一番。マグロが好きですね。あ、わかります。カルンも好き。カルン。はい、アイナのも届きました。月見そぼろ丼です。ママと半分こして食べます。いただきます。美味しそう。絶対美味しい。バイバイ。はい、ということでご飯食べたよ。お昼ご飯食べたよ。うちらめっちゃ食べるのね。バイバイ。ありがとうございます。帽子買いました。帽子を購入いたしました。アウトレットって本当に可愛いものいっぱいあるよね。はい、もう今から帰ります。なんでこんなに急いで帰ってるかというと、ダンスが2レッスンあるということで急いで帰ってきます。はい、バイバイ。ということで今ダースが2レッスン終わりました。はい、はい、2レッスン終わったからちょっと顔がテカテカしてるんですけど、まあ、気にしないでください。こんな感じでダース2レッスンで終わる休日のルーティンでした。と、はい、いうことで、この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、グッドボタン、その他の SNS のフォローもよろしくね。お願いします。バイバイ。また見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。絶対してね。バイバイ。